カズトです。なんです。28巻、はい、レビュー会。レビュー会。ゴジラ。28巻ね。はい。はい、前回27巻の続きから。10兵衛の続きですね。ハンターのね。松茸狩りに行って、ゲンタ君が迷子になっちゃうね。そうです、最初はね。そうね。で、探しに行くので、愛ちゃんと光彦がペアになって探しに行って、うん、まぁ、あ、ちょっと光彦がね、愛ちゃんにポッてなって、うん、ラブストーリーが始まり、はい、なんだけどなんかこう死体を見つけてしまって、おそらく犯人であろう人物が、はい、今、アガサ博士やコナン君たちと一緒にいて、合流できずにいるという状態から28巻ですね。うん、はい。ファイル1。小さな標的。小さな標的。事件としてはその最初に見つけたその死体、はい、まあそれだけで、それ以降事件が続くことはなくてですね、うん、でこの話はまあ犯人がいて、そのなぜそういうことをしたのかってもちろん動機があるんだけど、切ないよね。ちょっと切ないね。これ切ないんですよ。重たいよね。だからその十兵衛っていうめっちゃでかいクマがいんだよね、はい、そいつの子供子グマを今光彦と愛ちゃんはかくまってる状態、はい、うん。でね、その十兵衛が出てきたら食い殺されちまうぞみたいな、なんかそんぐらいなんかでかいクマがいて、でなんでそのハンターが3人いて、そのうちの1人が犯人なんだけど、はい、なんでそのね、もう1人のハンターを殺しちゃったのかとか、はい、うん、そのまあ理由みたいなところがめちゃくちゃ重たいじゃないですかこれ。うん、27巻の時はその光彦くんと愛ちゃんのね、ちょっとラブストーリーみたいな始まりをしたんだけど、もうちょっとこの28巻の始まりに関してはもうそんなことはちょっとどうでもよくて、はい、この動機が重たすぎてなんかこう言うとしたら、本当に危険なのは獣なのか、あー、それともはいはい人間なのかみたいな、人間なのかっていうね、犯人も最後そういうこと言うんですよね。その皮をかぶった獣というか、ああ、はい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 、まあよくね比喩で使いますよね。まあ確かにそうなのかもしれないですね。それがあって犯人はまあ今回こういう事件を起こしたと、はい、うん、なんか途中で愛ちゃんが足くじいちゃうんですよ、はい、ほんでなんかタオルかなんかをなんかこうやって切れば包帯になるんですみたいな、うん、光彦がねこういいとこ見せようと思って、はいはい、で、なんか、これもでもコナン君に教わったんだ、みたいな、うん。なんか、やっぱりコナン君ってすごいよね、みたいな。こうズンって沈んじゃうんだけど、うん、愛ちゃんがね、勇気づけんだよね。そう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 。なんかその、誰に教わったかじゃなくて、その、誰にそう、それをね、使って助けてあげるかが大事なのよ、みたいな。それを聞いてまた光彦君がポッてなってとか、みたいなね。うん。だから、光彦君のラブストーリーのために、うん、ある話なんだけども、あの青山先生ってやっぱそういう描き方をしてて、キャラクターのそのストーリーっていうのがあるじゃないですか。例えばランちゃんのラブストーリーとかさ、うん、まあ今回は光彦くんだけども、でコナンってやっぱその事件が起きてっていうミステリーものだから、なんかの事件の中でその、キャラクターのストーリーをやっていくわけですよ、はい、だから光彦ストーリーなんだよこれって。光彦愛ちゃんストーリーなんだけど、ベースになってる事件が結構重たいので、うん、はい、なんか最後は事件のその重たさの方が勝っちゃってる、はい、感じがして、28巻と27巻でちょっと温度感が違うかなっていう、わかるでしょ、わかります、わかります感じはしてますね。うん、ぜひ読んでみてください。はい、はい、で次行っちゃいましょう。はい、ファイル3、うん、偽りの人。偽りの人、お出てきましたね。池波静香さんですね。池波静香さん。はいはいはい。和服美人の。はい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 。なんか毛利探偵事務所にね、人探しですよね。そうですね。の依頼人が来ると。最初乗り気じゃないんだよ、小五郎は。はい。うん、競馬に夢中です、ね。競馬に夢中で。なんだけども、池波静香さんという、はい、和服美人が、ちょっと人探しをお願いしたいみたいな感じに来るんだよね。で、いつもの小五郎ですよ。なんか、マドモアゼルみたいなことが言うよね。スーツビシッと着てね。そうそう。で、なんか、剣道をやってましたと。中学生だったかな、高校生だったかな、中学生、ね。中学生か。はい、剣道をやってた同じ部活のある人を探してますみたいな。はい、なんか、その人に写真を渡してある。なんか、まあ、本のしおりにしてて、写真を。それを返しちゃったみたいな。その写真が欲しいから人を探してますみたいな。はい。あ、じゃあ昔の初恋の人とかじゃないんですね、みたいな心がちょっとね、乗り気になったりとかして。面白いんだけど、その
あの、初恋の人じゃないんですねって言ってるコマで、ランちゃんが後ろでチッって言ってるんですよ。それちょっと面白いんだけど。で、なんかその人が、あの、今どこにいるか探すんだけど、はい、なんか、剣道大会未だに出てて、なんかこう結構常連、上位の常連だったりするから、すぐに見つかるんですよ。ね。で、なんかその人の家に行ってみたら、その人が今回の被害者。被害者だよ。ね。トリックもまあ面白くてとかっていうのがあるんだけど、もうこの話通してずっと、この池波静香さん、はい、謎すぎるんですよ、はい。ね。もうコナン君が最初登場した時から、なんだこいつみたいな、はい。言ってることがおかしいぞみたいな。これでも僕ら、まあ僕とムンさんは、読んでてわかりますよね。わかるんですよね。わかりますよね。はい。はい、あの、僕とムンさんは関西出身なので、二人とも。わかりますよね。わかります。はい。もう先に言っちゃいましょうか。はい、これはあの、服部のお母さんなんですよね。そうなんですね。はい、服部静香さんです。あの、からくれないのラブレターでね、ムンさんも、あ、見たと思いますけども。はい、まあ、ある理由で、はい、身分を隠して、はい、ちょっとこの事件に関わってきてると。うん。うん、だからまあ、言ってることがさ、要は関西人のニュアンスだったりとか、はい、そのね、言い方だったりとかが、はい、あの、向こうの言い方だったりするので、コナン君はなんだこいつはみたいなね。はい。服部静香さん、まあ、池波静香さんか。うん。の、ちゃんと登場回ですよ、みたいな回というか。うん。服部のおかんってどんなんやねん。そうそう。こんなんやでっていう。そう。こんな感じで登場してましたね。はい、28巻で登場なんですよ。意外と早いですよね。うん、早いですよ。まあ、初期メンバーですよ。うん。って考えたら劇場版初登場が、うん。からくれないのラブレター。になる、ね。21作目ですから、2017年ですか。まあ、随分と待たせてくれましたね。待たせてくれましたね。うん。まあ、あんまりその原作に出てくることも、ないですね。あ、そんなに多くはないんだね。うん、今となっては、その、平蔵さんが出てくれば、まあ、ちょろっと横に、ね、駒の中にいる、いう感じはありますけども、はい、そんなにがっつり事件に絡んでくることはないので、まあ、この静香さんの初登場回、プラス、はい、物語の最後でね、はい、服部くんと和葉ちゃん出てきます。で、まあ、そこでね、俺のおかんやね、みたいな話があって、はい、みんなが、みたいな、感じになるじゃないですか。で、次の話に繋がるんですよ、これ。はい。うん。で、次の話がこの28巻のメインになってるんですよね。はい。うん。もうそのまま行っちゃいましょうか。はい。ファイル6。人魚の呪い？はい。これはですね、まあ、コナンファンからすると、めちゃくちゃ重要回です。そんな風には思わずに読んでたでしょ？読んでた。はい。なんか、服部の元に依頼が、手紙で来るんですよね。うん。人魚に殺されるみたいな。うん、助けてほしいみたいな手紙が来るんです。はい、離れ小島みたいな。はい。離島みたいなね。うん。ビクニ島。ビクニ島。はい。そこで、なんかそこには人魚が昔いたみたいな、はい、伝説のね、人魚が住む島みたいにみんなから言われてるところなんだよね。うん、そう、助けてほしいって言われた、いや、送ってきた人を探しに行くんだよね。はい、うん。で、それが、沙織さんだったっけ。沙織さんですね。うん、で、行くんだけど、小五郎たちと、うん。その人が行方不明になってると、うん。うん。これちょっと面白くて、その沙織さんを探すために行くんだけど、なんかその当日、お祭りの日なんですよ。その島がね。はい、人魚のなんかお祭りの日なんですよ、はい。だから人がいっぱいいたりとかしてさ。で、あっちのなんか観光名所に行って、誰々に話を聞いてくださいとか。はいはいはい、で、こっちのなんかあのお土産屋さんに詳しい人がいますよみたいな。うんうんうん、で、こっちの沙織さんの家に行けばなんかお父さんがいますよみたいな、うん。なんかさ、このあっち行ったりこっち行ったりしてさ、村人の話を聞くのなんかドラクエみたいな。ドラクエみたいな。ほんとロールプレイングゲーム。そう。なんかすごいそれを感じたんだけど。で、なんかこう、その村では、不老不死っていうんですかね。はい。ジゴンの矢っていうね、はい、なんか弓矢のその矢ですよね、はい、あれを持ってるとなんかこう不老不死、うん、永遠の美しさを手に入れられるみたいな、はい、なんかそんな話なんですよ、はい、で毎年そのお祭りで3人だったかな、はい、その矢をプレゼントされる、はい、でそれはなんかこう抽選なんだよね、はい、でそういうお祭りを開催される日だったんだよね。超ミステリーの話でして、はい、被害者が3人もいるんですよ。被害者3人いらっしゃいます、うん、トリックめちゃくちゃ面白いですよね。トリック自体も面白いし、伝承というか、はい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 、ちゃんとその昔のお話に絡めてるし、うんうんうん、結構ね、ビッグニ伝説とかは本当に有名だったりするしね。うんうんうん、だから結構ね、人気が高いんですよ。うんうん、あの、当時の話ね。当時、その当時、すごい人気が高い話だったんですよ。まあ人気が高い理由としては、その犯人。はい。
もう絶対わかんないと思います、多分初見で見たら、はい、うん、でもあの犯人が出てくるページまで行くとなんかおおってなると思う、はい、そういうことみたいな、はい、結構なんていうんですか、すっきりアハ体験じゃないけど、うんうん、ウェーってなるよねこれ、うん、だからそういうのもあって結構人気なんですよ、はい、人気な人一作だったんですよ、うんうん、その後、はい、月日は流れ、うん、別の理由で人気になるんですこの話、はあ、はい、過去のこのお祭りの参列者の名簿をコナン君と服部が見るシーンがあるんですよ、はい、おうおう、おるでおるで、うん、元外務大臣に官房長官に日銀の総裁、うん、昔日本を動かしとったお偉いさんが行さん名前連ねてんでー、はいはい、みんな長生きしたかったんやなー、ん、宮野志保、はい、確かあいつの本名もそんな名前だったような、これは愛ちゃんの本名ですよね、はい、あ、確かになんかさらっと、うんとは思ったさらっといきますよね、はい、宮野志保の隣に書かれてる人の名前読めますか、魚塚三郎ですか、なんか聞き覚えないですか、魚塚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 、これウォッカじゃないかって言われてるんですよ、ほう、で漫画のコマだと途切れてるんですけど、これアニメ放送された時に、はい、魚塚さんの隣に書かれてる人、はい、宮野志保、その一個前が魚塚三郎さん、その一個前です、沢って書いてますね、はい、これアニメだとしっかり書かれたんですけど、黒沢仁って書かれてるんですよ。おお。つまり黒の組織がこの祭りに来てたんじゃないかっていう匂わせなんですよ。はい。でこの祭り何のための祭りでしたっけ？不老不死です。はい。ああ。組織が何をやりたいのかっていうのの伏線なんじゃないかっていうのでめっちゃ盛り上がったんですこの回。はあ。だから不老不死っていうワードがちょっとその関連してるんじゃないかっていうのでファンが盛り上がった回なんですよこれ。はあ。ものすごい重要です。アポトキシンを、うん、まあ、作った最終的な目標みたいな。はいはいはい。でまああの現代においてはムーさんも黒金見たんで、はい、まあボスの、あの黒の組織のボスがカラスマレンヤっていうねワードはもう耳に入ってると思いますんで、はい、カラスマレンヤの話がね30巻で出るんですよ。もちろん30巻が発売した時っていうのは2001年とか2年とかなんで、うん、もう20年以上前ですよ、はい、うん、その時にはまさかこいつがねあの黒の組織のボスだみたいな感じで名前がまた出てくるなんて思ってもなかった。その1話しか出てこないですよ。ほうほう。でカラスマレンヤって登場した時点でもうすでに死んでるんですよ、うん、名前しか出てこないんですよ、はい、ね、でしかも50年前だったかな、うん、に亡くなってるっていう設定なんですよ、はい、愛ちゃんがある話で言うんですけど組織が半世紀前から始めた研究っていうワードがあるんですよ、はい、で不老不死ですよ。はあ、あれカラスマって生きてんのみたいなみんながうわーってなった話がこの28巻です。はあ、まあまあそのそういうのを含めてこれ見直すとあれっていう、そう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 、まあ未だにその全部ちゃんと説明されてないですけども、うん、うおーみたいな感じでみんな読み返してすげーこれもしかしてみたいに盛り上がったんですよ。あるにちゃんと伏線になってるんです、ね、いやー、まあ、完全なる伏線でしょうね。だってさらっといきますもんねこのシーン。全然さらっと、はい、コナン君がうんみたいな感じになるんだけどもう次のページめくったらもう全然違う話になってるんだよね、はい、うん、だから青山先生もさらっと、まあ、もしこれが伏線だったとしたら、うん、さらっと盛り込んだつもりでしょうけど結構そこがやっぱり注目されてしまったっていう、うん、まあミスリードかもしれないですけどね、うん、うん、全然違うかもしれないですけど、まあでもこの28巻に関しては未だにコアのファンがねみんなで考察してる、うん、一本になってます、うん、次行きましょうか、はい、もう一本ありますよね。一本、はい、ファイル11、はい、閉ざされた秘密。閉ざされた秘密、これ何の話でしたっけ。ギャルが襲われてます。あー来た来ました。まあコナンの話っていうのは必ずメインになるキャラクターがいるんですよ。はい、めぐれ警部です。ちょっとまあ読んでて、はい、最後の方明らかにこうめぐれ警部視点の
回想というか、はい、パッと見てちょっとおって思っちゃいました。ありますよね、うん、確かこれ1話だけでもう28巻終わりますもんね、はい、そうです29巻に行きますもんね。ファイル11の本当1話だけでもう次になっちゃうんで、いきますね、この話ねいいですよ。あ、そうですか、うん、ムンさん映画から入ってるじゃないですか、すごい昔の映画ちょっと思い出してほしいんですけど、14番目のターゲット、はいね、この映画よりも、あ、この28巻よりも前に公開してるんですよ、はい、あの10番目のターゲットで、めぐり警部お腹をこうボウガンで撃たれてしまうじゃないですか、はい、で最後の、犯人と対峙するシーンであの傷口が開いただけだみたいな感じで、うん、うおーみたいな、うん、なるじゃないですか、はい、で事件解決後にあのタンカーで運ばれるんですよ、はい、であのレスキュー隊が帽子を取ろうとして、いや帽子は取らなくていいっていうシーンがあるんですよ、はい、めぐり警部は絶対に帽子を脱がないんですよ、はい、もうあの映画の時点でもうみんな言ってたんですよ、これなんだろうねって。明かされます、29巻で。なぜめぐり警部がずっと帽子をかぶっているのかが明かされます。めちゃくちゃいい話ですよこれ。事件の内容としてはあのガングロ、ガングロのね、今はもう見なくなったね、うん、なんかガングロギャルメイクをしてる、若い女の子たちがね、厚底ブーツ履いてさ、はいはい、ね、ルーズソックスでみたいな、はい、子たちがなんか次々に襲われていくみたいな、うん、で実際この28巻でも一人、被害者が出てしまうんですよね、なんかデパートかなんかでしたっけ、3人襲われて4人目が死体として、ああそうそうそうっていうね、でなんかその過去にもこういう事件あったなみたいな、なんか毛利心か誰かが言うんですよ、うん、でそこでなんかめぐり警部がクッと、はい、でなんかおとり捜査を佐藤刑事がやるんですよ、はい、佐藤刑事がギャルになって、うん、で結局それはなんか毛利心がなんか可愛い姉ちゃんだみたいな感じで言って、うん、なんか一本背負いかなんかされますよ、はい、なんだけど、もう、あの、その過去にあった事件っていうのを、めぐり警部が思い出して、もうおとり捜査しないと、うん。もうやらない。もう俺たちで捕まえるんだ、みたいな。いつものめぐり警部じゃないんですよね。うん、なぜそう思ったのかも全部、あの、29巻でわかるんですけども、これはかっこいいですよ。うん、いい話がね、29巻で待ってますんで、はい、ぜひ楽しみにしていただいて、はい、動画は最後になってしまいましたけど、なぜ今日紫なんですか？ねえ、ずっと気になってた俺、なんかずっと気になって、もう全然漫画の内容入ってこないで、あ、本当ですか？ずっと気になって、なんで紫なんで、いつもねシャツスタイルなんですけど、また紫も紫、なんか変な紫なんだ、そう最後まで見てくれてありがとう、ありがとう、チャンネルボタンをタップして過去の動画をぜひ見てね。いや、チャンネル登録は、い、あ、大事なこと忘れてるよ、チャンネル登録忘れてた、最後まで見てくれたあなた、そう、あなたです。チャンネル登録、下のボタンからよろしくお願いします。来るなぁ。